私を王子と呼ぶ声が聞こえる。私はもはや王子ではない、ただのけだものだ。宮廷魔術師のウルズールでございます。私めは魔法使い、恩義に降りかかった魔法がどんなものか存じております。魔法魔法魔法、そんなものは、それを操る者ごと火破りになるがいい。お気を確かに。あなた様をお救い申し上げたいが、私めでは力不足、王は私の言葉に耳も貸されません。何の用向きだ。いとまごいなら王にいたせ。そのようにトゲトゲしくお答えにならずとも、一つ妙案が浮かびましたゆえお伝えせねばと参ったのです。王子、雪山の頂に住むというハインデルをご存知か。ハインデル、その名は聞いたことがある。英知に富み、千里を見通すというドラゴン。知らぬことのないあの老獪な竜ならば、呪詛にも広く通じておりましょう。けれど竜に問うのは命がけ、眼前に立つだけでも恐ろしい。忘れてくだされ、やはりお伝えするのではなかった。いや、行こう。わずかな希望でもないよりはまし。最悪でも、どうせ死んだも同然のこの命が終わるだけだ。